今月の表紙イラストです。今回は横浜エリアで配布されているエコチルに掲載された作品を紹介します。作品はこちら。タイトルは食品ロスを減らそう、山崎百花さんの作品です。素敵なイラストとともにたくさんのメッセージを書いてくれました。まだ食べられるのに残さず食べて、みんなの力で減らせるよなど、はっきりと綺麗な文字で書いていただいたので、しっかりと強いメッセージが伝わってきますね。それでは山崎さんと中継がつながっていますので、お話を聞いてみようと思います。山崎さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。とっても素敵な作品ですね。ありがとうございます。今回の作品はどのような思いを込めて描きましたか？イラストを見てくれている皆さんに少しでも食品ロスを減らしてみようかなと思ってくれるといいなと思って描きました。わー、素敵な思いが込められているんですね。描いてみようと思ったきっかけは何ですか？私たちは毎日食事をとるので、自分たちの生活の中でも一番食品ロスが身近かなと思ったからです。今回のデザインで工夫した点はどこですか？デザインで工夫したところは、食べかけのリンゴとか賞味期限が理由で捨てられた牛乳などを細かく書くようにしました。すっごく鮮明に書かれていますよね。この作品の制作にはどれくらいの時間がかかりましたか？ 2,3 時間くらいかかりました。画材はどんなものを使って書いたんですか？クレヨンですか？色鉛筆ですか？そうですね、クレヨンに近いもので書きました。クレヨンに近いもの、なんだかとっても素敵な質感ですよね。では普段自分やご家庭または学校で取り組んでいるエコ活動はありますか？学校などでゴミの分別をしたり、買い物に行くときはエコバッグを持っていくことや、ご飯を残さず食べるようにしています。わあ、素敵ですね。では最後に、私 A 子に何か質問があればお願いします。 A 子ちゃんは苦手でも食品ロスのことを考えて頑張って食べている食べ物ありますか？そうですね、好き嫌いはあまりないんですが、強いて言うならちょっと苦い野菜、ピーマンとかパセリが苦手なので頑張って食べています。すごいですね。山崎さんは苦手な食べ物ありますか？私はパプリカが苦手です。パプリカ、頑張って食べましょうね。山崎さん、今日はありがとうございました。この後もエコチルライブ楽しんでくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これからも皆さんからのイラストの応募をお待ちしております。